一条康弘は、群馬県出身の元プロ野球選手。元妻は、元タレントの安田芽子。気流第一高等学校では2年の時に、第81回全国高等学校野球選手権、大会に2番手投手として出場。小打樹をエースとして、群馬勢初の優勝に貢献した。甲子園のマウンドでは、時速 145km を計測した。 三年の時には、背番号1をつけ、再び第82回全国高等学校野球選手権、大会への出場を果たしたが、初戦敗退。その後は、明治大学に進学し才能が開花。東京六大学野球連盟を代表する投手に、成長する。四年春に、歴代2位となるシーズン107奪三振を達成。これは1925年秋に、 湯浅貞夫が記録した109奪三振以来、79年ぶりの3桁奪三振記録である。また、同シーズンには6大学史上最速の時速 154km を計測し、8勝3敗の成績を上げる活躍を見せて、1993年春以来12期ぶりとなる完全優勝に貢献、ベスト9に選ばれた。第十三回。 全日本大学野球選手権大会では完全試合を記録。大学通算52試合当番26勝15敗、防御率2.00。通算379奪三振は歴代5位の記録。工述の問題もあって大きく騒がれた2004年度ドラフト会議では新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスから自由獲得枠指名を受け入団。 背番号は大学時代と同じ11。入団記者会見の席上で将来のメジャー挑戦を宣言。入団の記者会見にもかかわらず対談を前提とした発言であったため物議を醸した。楽天時代2005年は球団が創設された年だったため、選手層の薄いチーム事情もあり、新人ながら一軍で先発ローテーション入りを果たす。 しかし、5月19日時点で0勝7敗、防御率7.15と散々な成績となり2軍へ、降格。1軍へ最小覚悟となった8月27日の対、西武ライオンズ戦では、西口文也が9回を完璧に抑える中で、一乗も9回無失点に抑える力投を見せ、勝敗はつかなかったものの完全試合健常を阻止。 9月3日の対オリックスバファローズ戦では9回に、失点でようやくプロ初勝利を挙げ、球団シーズン100敗を阻止した。しかし、序盤の不振が大きく響き、23試合で2勝9敗、1セーブ、防御率5.56と期待を裏切る成績で、終わってしまった。2006年は、エース岩隈久志と、横浜ベイスターズから移籍してきたセドリック・バワーズが、 故障のため出遅れたことによって、実績不十分ながらも、新監督、野村克也から、開幕投手に指名された。高騰したものの打線の援護なく、黒星を喫したが、二度目の登板で、チームのシーズン初勝利、三度目の登板となった4月7日の、対千葉ロッテマリーンズ戦では、チームの連敗を止め、自身も、プロ初の完封勝利を挙げた。 前半戦で5勝を挙げる活躍したが、前述の岩熊やバワーズの故障で、他の投手も不安定だったことから一乗にかかる負担は大きくなり、交流戦以降は2勝8敗と大きく負け越した。最終的には、最多敗戦数、最多非本塁打など、不名誉な、八冠を手にしたが、一方で、先発不足にあえいだ楽天にとって唯一。 シーズンを通して先発ローテーションを守り、球団生え抜き投手では、第1号となる規定投球回を満たして、チーム勝ち頭となる7勝を挙げた。2007年は、オープン戦から不調が続き、開幕を2軍で迎える。4月に1軍へ昇格したが、4月7日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で3回途中降板、4月15日の、 対北海道日本ハムファイターズ戦には中継ぎとして登板したが5回を18被安だ14失点と散々な結果となりさらに右肘の炎症を起こして降格7月27日の対オリックスバファローズ戦では3回から中継ぎとして復帰8月16日にシーズン初勝利を挙げるとこれ以降は防御率に天台の高騰を続け 最終的に後半戦だけで6勝を挙げ、球団初の再開脱出に貢献した。2008年は前年に受けた視力回復手術の影響で右目の角膜炎を起こし、1月中旬に入院。右目視力は0.04まで低下し、一時は失明の危機もあったが、脅威の回復力で開幕に間に合わせ、先発ローテーション入りを果たした。しかし、 同年4月8日の対北海道日本ハムファイターズ戦で味方打線が7点加点した後の3回裏にひっくり返され2軍へ降格その後は秋に1軍へ再昇格したものの先発した試合は結果を残せず前年同様12試合の登板で未勝利に終わった2009年の春季キャンプから佐藤義則コーチと共に 下半身主導となる投球フォームへの強制に取り組んだ。しかし、オープン戦で結果が残せず、同年3月23日に、宮井で高志寺との交換トレードで東京ヤクルトスワローズへ移籍。背番号は43。ヤクルト時代2009年4月11日の対、横浜ベイスターズ戦に先発として初登板、5回、無失点で移籍後初勝利を挙げた。 しかし、その後は、結果を残せずに二軍へ落ちると、相次ぐ不審を打破すべく、7月に腕をいやや下げる、スリークオーターへのフォーム変更を試みた。8月20日の対阪神タイガース戦に先発するが、3回、9失点で敗戦投手となり、3度目の二軍降格。この年は1勝5敗、防御率7.88と期待を大きく裏切る結果となった。 2010年はシーズン通して一軍へ昇格できず、プロ入り初の一軍登板なしに終わった。2011年は開幕から出遅れ、オールスター後も一軍へ昇格できずにいたが、9月22日に2年ぶりに一軍へ昇格。2012年は一軍へ昇格すらできず、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。その後、 11月9日に行われた12球団合同トライアウトに参加したが、オファーは来なかった。その後も12月23日に韓国プロ野球のカヤワンダーズの入団テストを受けたが、合格できなかった。2013年には、気流第一高校での同級生の勤務先で、看板のデザインや取り付け作業に従事していた。当初から1年だけ勤務することを、 同級生と約束していたため、2014年1月に、茨城県三戸市のパーソナル電電へ転職。紀藤の誘いを受けての転職であったため、営業マンとして勤務する傍ら、紀藤が主催する野球教室、紀藤塾で、小中学生に野球を指導していた。さらに、プロ野球経験者による、大学、高校生への指導に必要な学生野球資格の回復に向けて、 同年末に講習会を受講。翌2015年1月30日付で、日本学生野球協会から資格回復の適正を認定された。その一方で、楽天での2年目に居住と投資の目的で、仙台市内に購入していた2軒の分譲マンションが、ヤクルト時代の2011年に発災した東日本大震災で半壊。その影響で、 資産価値が大きく下がったため、後に2件とも売却したが、購入時に不動産会社の勧めで組んだ銀行ローンの債務が残った。この件では、パーソナルデ電への勤務中から弁護士を立てながら、対応を協議していたが、2015年9月に同社を退職した上で、外資系の保険会社に転職。完全不愛制の営業職として、 普通に生活できるだけの収入を得ていた。しかし、月に30万円の単位でローンを返済しても、数千万円の元金が減らないという状況を脱するまでには至らなかったため、弁護士と相談した上で自己破産を決意。結局、2019年8月から裁判所で破産手続きが始まったことを受けて、翌9月に保険会社を退職。 保険会社からの退職後は、前述した学生野球資格を活かすべく、千葉県松戸市内に野球教室の開設を計画。同市内に2020年から少年野球チームを創設する計画を、知人から伝えられたことや、パーソナル伝電時代の2014年に再婚した現在の妻から、せっかく学生野球資格を取ったのに、今の会社にいる意味があるのか という言葉で背中を押されたことがきっかけになったという。2019年11月10日からは野球教室の生徒を募集する目的で YouTube 上に一条安弘のベースボールチャンネルを開設。また、グリーントエンターテインメントとの間でマネジメント契約を結ぶことによってタレントとしての活動も始めたが、2020年現在所属が確認できなくなっている。 2020年4月に少年野球チームレッドストロングス松戸の指導に合わせて同チームとの提携で一条安弘ベースボールアカデミーを開設。平日は夕方までボランティアで就労支援活動、夕方からアカデミーで小中高校生の指導、土日曜日にはレッドストロングスの活動にヘッドコーチとして携わる。 桐生第一高校の小林雅人正と正付月、そして一条と3年連続で同校のエースがプロ入りしている。楽天に同期入団した大広志正二とは桐生はじめ高時代のチームメイト、西谷久則とは明治大学時代のチームメイトである。大学では小学部に在籍。裏金騒動で2004年8月14日に退部した後、12月に、 安田芽子との結婚を発表。2005年7月1日には、第一子となる長女が誕生。2006年11月21日には、第二子となる長男が誕生したが、2011年に離婚。2014年2月に2度目の結婚。同時に前夫との間にできた子供3人の父親にもなった。楽天との入団交渉では、 エースナンバーの18を背番号に提示されたが、大学時代から愛着のある11を希望。結局、入団後も11の着用を続けた。入団2年目の2006年には、レギュラーシーズンの開幕投手を任されたが、シーズン終了後に参加したウィンターリーグで右肩を痛めてからは、痛みの出ない投げ方を模索するうちに投球フォームが崩れるようになった。 日常によれば、ウィンターリーグへの参加については、自分から反対していたにもかかわらず、球団に押し切られてしまったとのことで、現役を引退してからも後悔しているという。2009年のレギュラーシーズン開幕直前に、楽天からヤクルトへのトレードが成立した背景には、当時、ヤクルトの一軍で、投手コーチを務めていた荒木大輔が、 先発要員の不足を認識していたことに加えて、当時の監督で、明治大学の先輩にあたる高田茂が、思い出の神宮球場で、学生時代の輝きを取り戻させたいとの思いから、楽天監督の野村克也へ直訴したことも挙げられる。当時の楽天球団のフロントは、球団創設後初めてのドラフト会議で1位に、指名した一条の遺跡を躊躇していた。しかし、 野村が本人のために環境を変えた方が良いとフロントを説得した末にトレードを成立させた。もっとも、一条自身はヤクルトで現役を引退した後に、ヤクルトで神宮のマウンドに立てたことは良かったが、楽天時代の途中から右肩や股関節を痛めていたせいで、ヤクルト時代には良い思い出がなかったと10回している。 2004年のドラフトに際し、大学屈指の右腕として、注目を集めた一条の争奪戦は激化する。本人が在京球団への入団を希望したこともあり、一時は読売ジャイアンツへの入団が内定していたが、同球団が一条に栄養費の名目で200万円を授受していたことが発覚し、入団は白紙となる。 8月13日にこの事件の責任を取って、渡辺恒夫が、ジャイアンツのオーナー職を辞任。翌8月14日に、一条も、明治大学野球部を大部ブし、当面禁止を余儀なくされた。その後、横浜ベイスターズ阪神タイガースも、金銭の授受が発覚したため、横浜の砂原幸男阪神の熊俊次郎両オーナーも10月22日に、辞任。 また広島東洋カープも交通費として2000円の授受があったことが発覚。この事件により、長らく暗黙の了解で、慣習的に行われてきた有力選手への金銭授受を見直す動きが起こり、翌年以降の野球改革を作るきっかけとなった。一時は、日本プロ野球入団を諦め、メジャーリーグや中華職業防弾大連盟への入団も検討していたが、 2005年に創立した東北楽天ゴールデンイーグルスが即戦力の投手を求めていたため2004年11月9日に自由獲得ワークでの入団が決まった。ありがとうございます。